はい、いつもジクロス専門チャンネルご視聴していただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、Gクラス最新買取相場ということで、今日は旧型Gクラスのディーゼルモデル編ということでですね、G350D、G350 ブルーテック、こちらを、もうね、細かくですね、こと細かく見ていきたいと思います。で、今日は10月版ですからね、最新。10月版。はい、最新の買取相場、お送り、一挙、お送りしていきたいと思います。お願いします。はい。まず、2018年式 G350D から見ていきたいと思います。走行距離がまず2万キロ以下になりますと、買取価格830万円から880万円。はい。続いて走行距離が3万キロ以下になりますと、買取価格800万円から850万円。はい。続いて走行距離4万キロ以下になりますと、買取価格750万円から800万円という感じでございます。ちなみになんですけれども、こちらはあれですか、はい、白黒の外装カラーという感じでしょうか。あ、そうですね。今日お伝えするのは外装白黒の内装が黒革シート。こちらでですね、算出しておりますので、またちょっと違う色であったりとか、内装のシートの色も違う方は、ちょっと個別にですね、ご問い合わせいただきたいなというふうに思います。やはり G クラス、今聞いただけでもかなりリセールいいですよ。いや、リセールはね、変わらずいいですよ。はい。2018年、まあ、いわゆる5年落ちで、はい。この価格つくんですね。はい。そうですね。はい。はい。では続いて、2017年式見ていきたいと思います。まず走行距離が2万キロ以下になりますと、買取価格800万円から850万円。はい。続いて走行距離が3万キロ以下になりますと、買取価格750万円から800万円。はい。続いて走行距離4万キロ以下になりますと、買取価格700万円から750万円。はい。続いて走行距離5万キロ以下になりますと、買取価格640万円から690万円。はい。続いて6万キロ以下になりますと、買取価格600万円から650万円。はい。続いて走行距離7万キロ以下になりますと、買取価格570万円から600万円。はい。続いて走行距離8万キロ以下になりますと、買取価格520万円から570万円。はい。続いて走行距離9万キロ以下になりますと、買取価格470万円から520万円という感じでございます。今回かなり細かく。そうですね。9万キロまで。はい、もう全走行距離をね、お伝えさせていただいたというところではありますけれども、はい。まあこれでね、自分が当てはまる走行距離数のところで見ていただければというふうに思います。ほとんどの方当てはまりそうですね。そうですね。はい。はい。続いて2016年式の G350D 見ていきたいと思います。まず走行距離が3万キロ以下になりますと、買取価格690万円から740万円。はい。続いて走行距離が4万キロ以下になりますと、買取価格640万円から690万円。はい。続いて走行距離が5万キロ以下になりますと、買取価格620万円から660万円。はい。続いて走行距離6万キロ以下になりますと、買取価格580万円から630万円。はい。続いて7万キロ以下になりますと、買取価格520万円から570万円。はい。続いて8万キロ以下になりますと、買取価格490万円から540万円。はい。続いて走行距離9万キロ以下になりますと、買取価格440万円から490万円。はい。という感じでございます。このあたりの旧型の G クラスですと、結構カスタムされている方多いかなと思うんですけれども、何かプラスに働くものとかってあったりしますか？そうですね。まあカスタムどちらかというともうしない方のが逆にね、いいかなっていうふうには思いますね。まあカスタム当然ね、してはダメっていうことではなくてですね、まあカスタムはこうリセールを良くするためにする観点っていうよりかは、まあその乗られてる間の満足度を高めてあげるっていう観点でやってあげるっていうのは当然全然いいと思うんですけれども、リセールをこう上げたいっていうところで見ると、まあいかに程度を良く保つかっていう、うん
ところですね。まあ、あとどうしても年式走行距離である程度もうベースが決まってきてしまうので、まあそこに、その中でですね、程度の良さっていうところが、この幅のね、変わってくるポイントかなというふうになります。はい。では続いてですね、G350 ブルーテック見ていきたいと思います。はい。まず2015年式走行距離が3万キロから5万キロですと、買取価格520万円から570万円。はい。続いて走行距離が5万キロから7万キロになりますと、買取価格470万円から520万円。はい。続いて走行距離が7万キロから10万キロになりますと、買取価格420万円から470万円という感じでございます。はい。続いて2014年式のブルーテックで走行距離が3万キロから5万キロになりますと、買取価格500万円から550万円。はい。続いて走行距離が5万キロから7万キロになりますと、買取価格450万円から500万円。はい。続いて走行距離が7万キロから10万キロになりますと、買取価格400万円から450万円という感じでございます。今回ブルーテック幅がまあ3万キロから5万キロだったり、はい、まあ、5万キロから7万キロだったりということですけれども、はい、ここの差はそんなにないっていう感じなんですかね、1万キロほどでも。そうですね、うん、もう、まあ、ブルーテック弾数が少ないというところになりますので、当然ね、5万キロ台と6万キロ台、違うかっていうと当然違います。ただそんなに大きくは変わってこないっていうような、そういう感じでございますね。はい。いやにしても、ブルーテック2014年式で10万キロ走っても450万円っていうのは、はい、リゼル率 50% 近いっていうところですね。そうですね。その新車価格から見てね。うん。うん、そうですね。はい。まあ、本当にね、もうこのあたりは状態次第というところで結構変わってきますので、はい。また、今ですね、売却検討されていらっしゃる方おられましたら、当社ホームページの方でですね、買取査定専用フォームご用意させていただいておりますので、ぜひそちらですね、ご入力いただけましたら、また個別にですね、詳しく査定の方進めさせていただきたいと、いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせの方いただければと思います。はい。ということでですね、今日は旧型 G クラス最新買取相場情報をお送りさせていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。